皆さんこんにちは。今ですね、紹介にいただきました私長谷川と言います。長谷川2人いるんですけども、長谷川良平っていう方でして、まあ、長谷川2人いるけどもでかい方って言った方がいいかもしれないんですけど、まあ、1970年の10月10日生まれになります。で、まあ、50歳なんですけども、先ほどは、食品栄養科が栄養士養成50年ということなので、栄養士養成始めた年にですね、静岡県の静岡市で生まれました。で、まあ、高校まで静岡にいたんですけども、今日はね、あの静岡の方がいらっしゃって非常に嬉しく思います。ありがとうございます。それではですね、フードシステムって何だろうっていう講義で、させていただきますけども、まあ、普段はですね、普段はちょっと参加型の講義いつもやってるんですけど、今日はちょっと皆さんあんまりまだ初めてですので、まあ、あまり指名したりはしないんですけど、なるべくこう参加型で、お願いしたいと思います。で、フードシステムってこう聞いたことある人いますか？高校で科目としてあった方ありますか？ないですか？あります？ないですか？で、まあ、フードシステムって言葉自体まだ20年ぐらいなんですね。どっちかっていうと昔で言うとですね、食料経済とかですね、産業連環とかですね、そんな難しい言葉があったんですけども、それ全部ひっくるめてフードシステムって言うんですけれども、じゃあもうちょっと、噛み砕いて言うと、ちょっと絵を描きます。はい、これ何でしょう？何の絵でしょう？まあ、ちょっと私字も汚いんですけど、絵もあんまり得意じゃないんですけれど、何の絵ですか？まあ、これ山とですね、山からこう川が流れていって、山から川に流れていって、普通川って海へ流れ込むんですけど、今日はですね、これ湖に流れ込むっていうのをちょっと意識してください。あ、でちょっと前後するんですけど、この科目ですね、食品栄養科もアグリビジネス科も必修で、まあ、必修でですね、両学科ともですね、私担当してます。で、まあ、こういうちょっとイメージですね、こう川流れていったら海行くんじゃないの、でこれ湖であるっていうですね、意味がこうあるんですね。でこれ今から何をこう例え話としてやろうとしてるかっていうことなんですけども、もう勘のいい方はもう分かると思うんですけども、川っていうのは川上と川中と川下があると思います。で川に流れてるのは何でしょう？何でしょう？水がこう流れています。でこれですね、もう今日時間ありませんので、水っていうのはこれ食品のことですね。で食品っていうのは川の流れと非常によく似てまして、川上、川中、川下というふうにこう例えられます。でこの湖っていうのは何なんだっていうと、ここが、消費、になるんですね。さっきやからこれ本当は普通だったら海に流れ込むんだけど、なんで湖なんだ、これ川がどんどん水運んでってですね、湖にどんどん水を流していったら、その湖どうなるでしょう、まあ、いつかこう溢れちゃうんですね。いつか溢れちゃう。でこの湖っていうのはこれ容積が決まっているので、必ず決まった量
が必要になります。で、食べ物の消費も同じなんですね。非常に定量的、定まった量が必要になります。今日この部屋にはですね、40人ぐらい人間がいるんですけども、ね、皆さんご飯は食べますよね。ご飯食べますよね。ご飯食べない人多分人間じゃないと思うんですけど、ね、お昼も食べたと思います。朝も食べました。人によってこうデコボコはあると思います。私結構こう見えて食う方なんですけどね、っていうかまあもともと食うように見えると思うんですけど、私結構食べます。で、体ちっちゃい人はやっぱ食べないかもしれないですね。でもこの40人っていうのを合計してみると、すごい正確にですね、量がこう決まっているんですね。定量的になっています。で、これいろいろな定量、どのぐらいの量かというふうに言うんですけども、まず最初にお金で言うと、だいたい80兆円ぐらいのお水がこの湖に流れ込むように日本はなっています。これは今年も80億で、昨年は若干減ったりとかですね、78億とかあったんですけども、非常にこう定量的です。で、1日の量にしてみると、熱量でいうとだいたい2500キロカロリーぐらい、の量が流れ込んでいます。ちょっとね、栄養とか勉強した人、2500キロカロリー多いんじゃないっていうふうに思うかもしれません。だいたい牛丼の大盛りがですね、だいたい800とかそのぐらいですね。それをまあ3食、まあ、朝から牛丼食べれる人とそうじゃない人いると思うんですけど、私は余裕です。牛丼の重り3食こう食べてるとどうなっちゃうでしょう。どうなっちゃうでしょう。鈴木さんどうなっちゃうでしょう。在学生が一人牛丼の重り3食ですよ。栄養失調足んないですか太ってるそうですね、私みたいになっちゃいます。正解です。はい。で、と、まあ、2500キロカロリーっていうのはこれ多いです。これはまあ、これ食べてると本当に私みたいになっちゃうんですけど、これ供給なんですね。供給、供給カロリーで、この2500っていうのは、はいどうぞ牛丼大盛り3杯食べてくださいっていうの で実際食べるのはですね、これ1920ぐらいなんですね。大体、まあ、男女年齢も若い人もそうでない人も全部ひっくるめて1920キロカロリー、これが摂取カロリーです。600キロカロリーぐらいこの差があるんですけれど、何でしょう。この差、まあおよそ600キロカロリーっていうのは、これはロスですね。食品ロス。になります。ですから、先ほどどんどんこう水が流れ込んでいくと、この湖は溢れちゃうよって言ったんですけど、実はもう溢れてます。日本人は食べ物をもらいすぎなのかもしれないですね。まあ、これを良しとするか悪しとするかですね。
でもまあこのロスがあるから私たちは毎日決まった量を食べられるのかもしれないですね。それちょっと後でまた触れたいと思います。で元に戻ります。川の流れている水は食品です。川上にというのは水を作るところですから、これが農業。川中というのは川上から水を受け継いで川下に受け渡す役目があるところです。これが流通業であったり、加工業で、川下っていうふうに一般に言われると、消費も含めて川下っていうふうに言うことが多いんですけども、今日はですね、この川下っていうのはまあ小売、小売っていうと個人商店かな、小さい売りですからと思うんですけども、まあ小売っていうのはスーパーなどを小売業というふうに言います。でこのように川の流れのようにですね、川歌の題名じゃないですよね、川の流れのように川上、水がですね、川上、川中、川下と経由して湖にこう流れ込んでいます。で、まあ今言ってるのはこう非常に一般的なことなんですけども、でこれ何を言いたいのか、この川の流れとですね、この食品の流れってすごく性質が似てるんですね。例えば誰か悪い人がいてですね、ここのところでなんか赤いペンキみたいなのをこう流します。川の流れを汚くするのは非常に簡単、非常にもう真っ赤なんですね、真っ赤なんですね。でところがその川の流れの汚れをすぐ近くでいい人がいて、じゃあその赤い流れを全部回収しようと思ったら回収できません。もうこの川の流れを一遍止めるしかないんですね。天気だけこう抜き取るなんていうことは全くできない。自己紹介のとこで言うべきだったんですけど、私この前ここに勤める前にですね、食品系の会社にいて、ちょっと大きい会社にいたんですね。でこれを身をもって感じたことあるんですね。ちょっとあんまり詳しく言えないんですけど、ある食品をですね作ってました。もう一日何万個ってこう作ってたんですけど、ちょっと表示間違えちゃったものがあります。食べ物としては全然安全ですよ、食べ物としては全然安全。肩ロース焼き豚って、ここら辺のお肉を焼き豚、ここら辺こう肩ですね、私がやると非常に分かりやすいと思うんですけど、ね、ここら辺のお肉こう肩ロースで焼き豚作ったんですけど、で肩ロース焼き豚って言って表示してやったんですけど、本当はこのバラ、ここら辺のお肉使ってたんですね。これ見る人が見たら分かるっていうんで、やばいです。本来だったら表示の間違いは保健所に行って、この川の流れをこうストップしてやるべきなんですけど、ちょっとそれやると非常にちょっとやばい。そのこの肩ロース焼き豚、それ何本作ったんだ、4200本ぐらいですって言って、じゃあどうしようか、私は社会人2年目のぐらいの時ですね。よし、じゃあそれは保健所に届けないで、みんなで
ここまで来ちゃったところで、みんなで手分けして買おう、スーパー行って買おうって言ってやったんですね。でところが4200本どこまで行ったかっていうと、北は宮城県、南は兵庫県まで。で、まあ、全国にあの支店がある会社なので、すいません、ちょっとあのこの肩ロース焼き豚買い占めてほしいんです、わけあんま聞かないでくださいって言って、私も行きました。栃木市 の、 あの 某イオンというかですね、某ジャスト、私行った時はジャスト買ったんですけど、ね、4200本のうち の、 あの60本ぐらいがそこにあるんで、お前全部それ買ってこいって、明らかに変なんですね。ネクタイ締めてスーツ着た男が8日後いっぱいに焼き豚持ってすいません、この焼き豚まだありますかっていうふうに言って、じゃあそこはあの60本私買えたんですよ。あ、これなら良かった、ミス帳消しだなと思ったんですけど、ここで、まあ、4200本入っちゃったんですね。でところが、あの一つのスーパーにしか行かないんですけど、ここで回収しようと思ったら2500本ぐらいしか回収できなかった。1700本どっか行っちゃった、どっか行っちゃったんですよ。そのスーパーのために作った焼き豚なんですけど、1700本がどっか行っちゃった。聞いてみるとお惣菜になったりとか、そのまああの某ジャスコですよね、某ジャスコの下 の、 あのマックスバリューとか、いろいろなスーパーの系列の方に流れてきて、まあ何が言いたいかっていうと、食品、問題のある食品があるとそれがこう拡散するんですね。だからそれを本当に回収しようとすると回収できません。いっぺんこうストップするしかない。でこれは食品の流通における性質と非常に似てまして、何が似てるかというと、食品というのは連続性というものを、含んでいます。川上、川中、川下が連続していかないといけないということで、これは意味二つありまして、一つには今申し上げた品質の連続性というものがあります。湖にいていいお水が飲みたいってなったらどうしたらいいか、それはいい川上、いい川中、いい川下が連続していけば安全なものっていうのは食べられます。一人でもこの中の登場人物で思いが違ったりとかですね、このぐらいいいんじゃねとか、いやいやもうやっちゃえというような人がいると、川下の人がいくらいい人でもいい品質のものっていうのが食べることはできません。ですので、いいものを食べるには川上、川中、川下が連続して同じ一つの思いで流通を作っていかないといけないということになります。2番目には物流の連続性です。流通だけでは物は流れていきません。流通に農業から物流がないといけません。加工だけでは一つの流通は作れません。川上からの物流を連続していかないといけません。
小売がいくら頑張ってもいくら綺麗な売り場を作っても商品がガラガラになったらそのスーパーは全然行く価値がない。どっちかっていうと汚い掘立小屋みたいなところにいろいろなものが置いているスーパーの方がいいのかもしれません。このように2つの側面、フードシステムというのはその連続性が保たれていることというようなことにこうなります。ですのでこのフードシステムっていう言葉はこういうように川上、川中、川下をいっぺんにこう見る、これは何かっていうと食品の流通を拠出点視点で見ることをフードシステムというふうに言います。何を見るか、その連続性を拠出点で見る。茨城県にですね、まあ、大洗の方行きますと大だらぼっちってありますよね。あの伊藤京吾かるたにありますよね、大だらぼ山や川をひとまたぎでしたっけ。水戸の方は分かると思うんですけど、こういうふうにでっかい感じでですね、こう川上、川中、川下を見てみるとその流通の問題点、あこいつ川汚してるとかっていうのがこう分かるんですね。でところが私たちは一人の消費者としてこういった拠出点を見ることができるかっていうとこうなかなかできない。ただ単に与えられたものを食べる、あ今日はうなぎだ、今日はハンバーグだ、ね、今日はあの肉じゃがだ、まあ、こう食べて、まあ、美味しい、まあ、それでもいいでしょうけれども、この学校ではその肉じゃが、このじゃがいもどこのものなんだろう、誰が作ったんだろう、どうやって作ったんだろうっていうようなものを分かってこう食べてほしいんですね。なぜかこの食べ物がそんな風に考えながらこう食べたことないと思うんですけど、なぜかということなんですけれども、今ですねこの消費の方は 80.3 兆円ということで、これちょっと前までは国家予算と一緒だよって説明してたんですね。国家予算とで国家予算の方があの国債どんどん発行しちゃって100億ぐらいになっちゃったんで、最近こう使えなくなっちゃったんですけど、まあ大体ですねこれあの石油産業と一緒です。石油産業、あのエネオスとかね、いろいろな石油売ってますよね。石油産業と大体産業規模は一緒です。非常に大きい。じゃあこれお金の面でさっきの拠出点でもう一回見てみます。でそうするとこの農業っていうのはどのぐらいの大きさかっていうと、まあこう当然 80.30 ちっちゃいんですけど、どのぐらいちっちゃくなると思います？農業で作ったお水がどんどん水量が増えていって、川下の方では 80.3 兆ビッグビジネスになります。さあ農業ってどのぐらいの産出額でしょう？何分の1ぐらいになるでしょう？2分の1ぐらいになると思う方、2分の1、お一人、3分の1ぐらい、4分の1ぐらいになると思う方、4分の1、あれ皆さん知ってますか？ひょっとして、はい、6分の1ぐらい、6分の1だと13兆ぐらいになると思う。13兆ぐらい、はい、ありがとうございます。8分の1、10兆ぐらいになると思う。 OK、
結構上がりますね。9分の1ぐらい、9兆ぐらいですね。10分の1ぐらい、10分の1ぐらい。はい、ですね、まあ、何分の1っていう聞き方はあんまり良くなかったんですけど、これ農業って昨年でいうと大体8兆7000億円ぐらいなんですね。ですので、まあ、何分の1っていう聞き方でいうと9分の1が適当なのかなというふうに思います。9分の1いただおめでとうございます。帰りにお茶も1本持ってってください。で、これ農業なんですね。で、あれこれ 8.7 兆っておかしいんじゃない、10兆って聞いたんだけどっていうふうに言う方いるんですね。10兆って習ったんですけど、ね、これ農業なんですけど、10兆って方はですね、これ水産が大体まあ 1.1 兆なんで、これ足すとまあ川上全体としては、まあ、当然ね、食品の川上としては水産もあるんで、これ足すとまあ大体10兆円になります。じゃあですので8分の1っていうふうなところで手を挙げた方ですね、多分こう10兆って覚えてらっしゃるとだと思うんですね。はい、じゃあちょっとね、この農業だけフューチャーさせてもらって、じゃあこれがなんで9倍にもなっちゃうのか、9倍、変な話ですよね。100円で農家が売ったものが最後の方行くと1000円で売ってる、あれ俺が売った100円はどうなってるの、ね、俺ひょっとして500円で売っても大丈夫だったんじゃないのってなると思うんですね。まあ、実際生鮮食料品の場合は、生鮮食料品、生のスーパーで売ってるキャベツとかそういったものはですね、大体農家が100円で売るとスーパーでは270円になってます。 2.7 倍ぐらいになります。同じね、例えば大根とかでも、まあ大根として食べる場合は100円で売ったのが270円。でところがですね、まあ、おでん屋さん行って大根のおでん買った場合はもう高いところすごい高いですよね。まあその違いはあるんですけど、今これ全部一食単にして言うとこれ大体9倍になってるんですけど、これ一番何が出されてるかというと大体27兆円ぐらいが出されているんですけど、何かというとこれは流通経費ですね。ですから私たちが100円で食品を買ったら、ここが100円だとしたら、そのおよそ3分の1、30円ぐらいが流通経費。流通経費の一番大きなものが運賃です。日本の場合は、陸送トラックで運ぶ場合が多いので、陸送費っていうのがこの27兆円のうち9割方ぐらいになります。 でも思い出してみてください。今日はいろいろな県からいらっしゃっていますけども、宅急便出して私娘が京都に、ね、住んでるんですけども、娘に最初いろいろ送ったんですね。最初いろいろ送ったよってね、次は ついてるはずなんですけど、ついたよって大体1週間後ぐらいについてます。 LINE でこうね、非常に業務連絡っぽく聞きましたね。1週間後ぐらい、今日ついたのとかって嫌に言ったね。そしたらもう既読スルーなんですけど、ね、ただ私たちはこの27兆円払ってますけど、どんな件でもですね、次の日だいたいつきますね。次の日にだいたいついちゃいます。
こんな国あんまないですね。こんな国あんまない。北海道のジャガイモ、もう次の日、東京の市場に並んでます。もっと言っちゃうと、北海道で搾った牛乳、茨城県の県南に守谷ってとこなんですけど、そこに明治乳業っていうところがあって、次の日にはそこの牛乳会社に届いてます。で、私たちは季節に関係なくですね、あまり季節を感じない食事っていうのはよく言われるんです。なぜか、この流通経費を払うことによって、発達した流通の恩恵をですね、受けています。季節感がない食生活、いい面で言うと、いつでも季節を関係なく同じような食事が取れるというふうに言い換えることができるかもしれません。この27兆円、どう見るのか。私たちの食生活を支えている経費として挙げられます。で、次にですね、だいたい25兆円ぐらい、25兆円ぐらい、出されているのが、これ付加価値というものになります。付加価値。付加価値っていうと、皆さんイメージとして何か原料を仕入れて、それを何か加工して、またお料理して高く売るということだと思いです。で、それも付加価値なんですけど、110円で仕入れて、それを12円で売る。と、この2円がこれが付加価値生産というものになります。これは同じものですね。あの、小口では学生が先生評価する、あの、授業評価っていうのがあるんですけど、そこで言われたことはあるんですけど、私こういった例え話の時、どうしても大根で言っちゃうんですけど、大根の話ばかりしないでくださいって結構書かれるんですけど、まあそれはあんま気にしないで、10円で例えば大根の一切れを仕入れました。それをそのまま12円で販売することができれば2円の付加価値生産ということになります。でもこういうふうに仕入れたものを高く売るときにですね、どうしてもたくさん仕入れたものをこう小分けにして販売する、小分けにすることによって消費者は使いやすくする、1本の大根をこう刻んで販売する、1本は大根いらないけど半分の大根ならいるなというふうなところで、その商品の価値を上げて販売する。もちろん仕入れたものをただそのままですね、高く売るってことができれば、それはそれで儲かって楽しいでしょうけれども、なかなかそういうことができている人はあんまりいないと思います。ですので、まあ加工だけではなくて、まあ仕入れたものをこう高く売って、その儲けがですね、この付加価値生産というものにこうなっていきます。で、こうなってくると、まあ8兆で、川上で8兆、まあこれ水産物で10兆、で27兆で運んで、で25兆の儲け乗っけられて、ね。で、そうするとちょっと計算合わないんですよね。計算合わない。まあ10兆ぐらい合わないですね。10兆ぐらい。これ何かっていうと、まあ輸入。輸入、食品の輸入、日本すごいしてるんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、やっぱ10兆ぐらいなんですよね。10兆円、10
兆円。あれ、そんなにあれだね、少ないねっていうふうに思います。あれ、ちょっと勉強してる人ね、食料自給率 38% じゃないんですか。でこれだと自給率結構高いですよね。7割ぐらいになっちゃう。ね、どっちも一緒なんです。どっちも正解、どっちも正解。金額で言うと、金額ベースの食料自給率大体7割ぐらいになります。 38% っていうのはちょっと話ずれちゃいますけど、自給率って何種類もあって、その中で大きいのが今言った金額ベースと もう一つ 38% の方は、本当はちょっと違う言い方なんですけども、オリジナルカロリーというふうに言います。オリジナルカロリーっていうのは、私たちは2500キロカロリーぐらい、はいどうぞと捉えています。さっきの牛丼大盛り3杯、牛丼ですね、牛丼。私もたまに食べますけど、吉野家とかアメリカ産の牛丼使ってますよね。アメリカ産の牛丼で、そのアメリカ産の牛丼じゃなくて国産のものをこう食べてれば自給率どんどん上がるのかというと、そうじゃなくて、この2500キロカロリーのうちの畜産物に対して、畜産物を作るには餌が必要になってきます。餌の自給率もかけたものがオリジナルカロリーというふうになるんですね。で、供給カロリーは2500キロカロリー、摂取カロリーは1920キロカロリー。今日これ知っていただくだけで結構物知りになったと思うんですけど、もう一つ、この2500キロカロリーを、2500キロカロリーのうち畜産物を作るのに必要なエネルギーですね。お肉の場合、牛、豚、鶏、牛1キロカロリー、豚1キロカロリー、これお肉として、それに必要な餌というのはどのぐらいかというと、牛の場合はだいたい11倍、豚の場合はだいたい7倍、鶏の場合は3倍になります。だから私たちは牛丼、例えば100キロカロリー食べるとどのぐらいの餌を必要かというと、その11倍、1100キロカロリーの餌を食べているのと一緒なんですね。で、この2500キロカロリーのうち、畜産物についてそれを餌に換算するとどのぐらい増えるのかっていうと、この2500キロカロリーがちょっとこっちにぐーっといきます。5320キロカロリーになります。畜産物を餌に換算してやると5320キロカロリー、約倍になるんですね。私たちは十分な量を与えられていながら、そのうちの3分の2しか食べていないというふうに言いました。ところがどうでしょう、こっちと比べてみると5320キロカロリーもかけて作ったものを、私たちは1920キロカロリーしか食べてないというような言い方にもなるかと思います。で、さっきの 38% というのはこれも 38% ですね。ですので、もしですね、輸入とかストックして餌も入ってこないというふうになると、私たちはこの5320キロカロリーのうち 38%
2000キロカロリーぐらいしか供給されないというようなことにこうなってしまいます。で、本当はですね、ちょっと一個ずつ丁寧にやっていかないといけないんですけども、今日はダーッと話していきます。で、このようにですね、金額だけ見ても川下の方はすごいビッグビジネスになってるけども、川上の方はあれ9分の1 8分の1 9分の1ぐらいにこうなっちゃう。私たちの食生活、私たちのこの川の流れって、川下の方はすごい水量、いろいろな水があってですね、楽しい、ね、けれども、それを紐解いていくと、川上の方はあれこんなもんなのということになっちゃうんですね。で、こういうふうに現在この川上の方の農業の発展と食の発展、食の方はもう発展しすぎちゃってですね、日本型食生活っていって三大栄養素のバランスが非常によくてですね、まあ、私は違うんですけども、あの成人病にかかる人も非常に少なくていい食生活っていうふうに言われています。ところがそれが農業の発展によってもたらされているのかなっていうと、ちょっとそれクッションなんですね。このように農業と食っていうのが離れて発展しちゃっているっていう現実を見て、それをですね、分かるようにしたい。食品栄養科の人は就職するのはどっちかっていうと、まあ川下の方かもしれないですね。けどもその水がどこから流れてくるのかなっていう川上の方を知らなきゃいけない。アグリビジネス科の人は、まあ、どっちかっていうと働く場所川上の方にあります。ただ作ってるだけでいいのかって言うとそうじゃない。これがどういうふうに利用されて、どういう場面でどういう人が食べるのかな、そういうのをこう知っていかないといけない。今社会はですね、この脳と食はすごいこう離れちゃってますけども、それをこう縮める人材っていうのをですね、こう育成していくのがこの学校の使命ですね。で、まあ、ちょっと最後ですね、学校の宣伝になっちゃいましたけども、まあ、フードシステムっていうのはこういうふうにですね、大きな視点で見るというようなことになりますので、まあ、ちょっとあの汚い字でですね、こんなデータを出ましたけども、なんかの話の種にですね、使っていただければいいかと思います。質問だけかお一人ぐらい。